しいな。イージス、何読んでるの？ああ、これか。昔よく読んでいた本だ。さっき立ち寄った作家屋で偶然見つけてな。へえ、イージスって大人っぽくて難しい本好きそうだよね。ちょっと見せて。あ、こら、勝手に取るな。何何？その時、森の中からズゴゴゴゴゴッと立ち上がったのは白銀の城とも言うべき巨大な人影であった。機械仕掛けの巨大な人影は腕をクロスにこう叫んだ。プラチナムエクステンションビーム。何これ、思ってたのと違う。正義の巨大人型兵器に人間が登場して戦う大河戦記小説、白銀の機動騎士アバランチだ。俺はこの物語から正義というものを学んだと言っても過言ではない。そうなんだ。イージスって案外子供っぽいとこあるんだね。カナタ、その発言はアバランチに対する宣戦布告か？安易な子供向けだとバカにしているのなら許すつもりはないぞ。俺は別にそんなつもりは。そもそも子供とは面白さに対して最も純粋な評価を下す受け手、いわば世界一シビアな客であり、ごまかしの効かない最高の審査員。そんな子供たちに向けた作品を安易だなどと批判する風潮、非常に許しがたい。イージス？それに白銀の機動騎士アバランチは第一部の早急編こそシンプルな完全懲悪を徹底しているが、第二部白亜の銀河編からは第三勢力の参入によりそれぞれの正義に苦悶する濃厚な人間模様が描かれており、第三部である四次元世界からの侵略者編からはより深遠なテーマを。ごめんなさい、とりあえずごめん。俺が悪かったからもう許して。ねえイージス。どうしたミズラ。イージスは恋人がいたことはあるの？何を突然、なぜそんなことを。恋人同士って憧れるから。どんなものなのか知ってるなら聞いてみたかったの。そうか。それで最も頼りになりそうな俺に尋ねたというわけだな。うん、そう。でももういいわ。さっきの反応で私の思い違いだったことが分かったから。こら待て、なんだその失礼な発言は。なんか逆にごめんなさい。謝るな、むしろ失礼だろう。横で聞いてりゃ何やってんだよミズラ。なんイージスに聞いても無駄に決まってんじゃん。黙ってビシャス。イージスなんかに聞いた愚かさは自分で反省してるんだから、あなたに言われる筋合いはない。なんかとはなんだ。だってイージス女運絶対最悪だぜ。恋愛経験値なんてゼロに決まってんだろ。ゼロに。しつこいわビシャス。少し考えればイージスの恋愛経験値は底値だとわかるのに、それを考慮せず質問してしまった自分を責めてるんだから、あなたまでつべこべ言わないで。なんだよ、やんのか。やるの。上等だ。面貸しなさい。後悔すんなよ。俺はどこに怒りをぶつければいいんだ。なかなか難しいな。何さっきからうんうんなってるのイージス。隊列を考えていたんだ。少ない戦力を有効活用して戦っていく必要があるからな。すごい数ね。使えるかわからない奇策も含めて一応まとめてはみたんだ。おっちゃ、なになに。ミゼラの色気で敵を惑わせその隙に奇襲を仕掛ける。百科だろ、ミゼラに色気なんてあるわけねえじゃん。俺もそうは思ったが、絞り出せばスズメの涙ほどはなんとかならないものか。イージス、お風呂にする？食事？それとも仮装？選択肢が不穏すぎる。ねえねえイージス、そんなんじゃなくてさ、もっとかっこいい作戦ないの？シュパッといってピシュイーンって勝つ感じの。私はカナタが気持ちよく戦えて、カナタが安全で、カナタが私を守りやすい戦い方なら何でもいいわ。
ノリのいい戦い方がいいよな。ちょっとターみてえな。参考にならないにも程がある。頼むから黙っていてくれ。お前たち、お金の大事さを理解しているか。この新しいアクセサリー、やっぱりおしゃれだな。んだよ、もう酒なくなっちまった。今日は9杯しか飲んでねえのによ。しょうがねえ、また買うか。うん、やっぱり特選牛は美味しい。話を聞け、この無駄遣い集団。無駄じゃないよ、身だしなみは大事でしょ。酒なしじゃ楽しさ半減じゃねえか。つまんねえこと言うなよ。肉規制反対。いつ終わるともしれない長旅なんだぞ。今後は一切の無駄遣いを禁止する。イージスだってさっき行商人から買ってたじゃない、へんてこな人形を。な、それはしかも結構高いお金払ってたよね、へんてこな人形に。へんてこへんてこうるさい。それにあれは人形じゃない。縮尺100分の1寸法、機動騎士アバランチ寒冷地仕様特別版機械人形だ。人形じゃねえか。人形ではない、機械人形だ。それにアバランチをお前たちの無駄遣いと一緒にするな。アバランチは正義の象徴であり守り神、所持するだけで我々を加護してくれるに違いないんだ。そして何より、寒冷地仕様特別版といえばアバランチフリークの間ではかなり高値で取引されているしな。それが市場価格の2割程度で買えたんだぞ。この機会を逃すなどありえないだろう。聞いたか、ミゼラ。ねえ、聞いたわ。すぐにイージスの人形を売りに行きましょう。得した金で酒が買える。お肉が買える。鬼か貴様ら。